サビニー・シュロールジュは、フランス、イルド・フランス地域圏、エソンヌ県のコミューン。フランス語での発音は、サビニー・シュロールジュとなる。17世紀のカッシーニ地図に描かれた、サビニー17世紀に描かれたサビニー城サビニーとは、カロローマ時代に、一体の地主であったサビヌスというサビニ系の人物に、由来する。これが、後、サバネスとなり、現在の綴りへと変化した。 切り出された日打ち石、研磨された石、青銅や陶器から、新石器時代から、ケルト人の時代までに人が定住していたことを物語る。ガロローマ時代には、名前の由来で推測できるように土地の所有者がいた。長い間、サビニーは、荘園領主の城の外にある小さな村であった。ワイン用葡萄を栽培する広大な農地、丘陵には、果樹園。 オルジュ川沿いの谷には草地が広がっていた。11世紀、初めて領主第一の礼拝堂が建てられた。12世紀、ロンポン修道院の修道士たちによってサンマルタン教会が建てられた。100年戦争中には一帯の多村同様、略奪され後に再建された。1475年、シャルル8世の寝室係エティエンヌ・ド・ベスクがサビニー賞園を獲得した。 彼は自分の領土をシャンパーニュの農地やビリーの森までに広げた。1587年、4つの鐘がサンマルタン協会に設置された。リュック伯爵、シャルル・フランソワは荘園を相続して、1740年にサビニーの城で死んだ。1801年、ポーリーヌとボーモンは、フランソワルネド・シャトーブリアントの合引きのためにサビニーに、 短期滞在用の借屋を借りた。1802年、ルイ・ニコラ・ダブーはサビニー城を買い上げた。1854年、シャンパーニュの地主シャルルプティは天才の上流実験用の工場をサビニーに建てた。1855年、後にサビニー市長となるルイ・デューバルが増加の工場を建てた。1869年、亡命してきたスペイン城をイサベル・ニ世が、 サビニー城へ移り住んだ。19世紀終わり、グランドサンチュールがサビニーに延長し、1888年には駅舎が作られた。1916年、シャンパーニュ松園が売られ、翌1917年にレーモンポワンカレによってその土地に戦勝者のリハビリテーション施設が設置された。同じ年、軍事病院が城内に設置された。第一次世界大戦後、 地域主婦への資本流入と社会的な住宅政策がコミューンの表情を変えてしまった。1923年から1935年、コミューンの中心部から北や東の果樹園や農地が、はじめはパリ住民のリゾート地、そして新たな企業者や労働者のための住宅に変えられた。並行して公共施設の建設が進められ、 新たな地区が1928年から1930年に駆けつくられた。サビに住民のほぼ70%が高台で暮らすようになった。第二次世界大戦中、レジスタンス活動に身を投じていたジョルジェットとフランシスのルモワッサヌ兄弟は、迫害を受けた人々を助け、戦後諸国民の中の正義の人として称えられた。 1945年から1972年まで、シャンパーニュの農地は、フランス司法省所有となり、少年犯罪者構成施設が置かれていた。1947年から1974年まで、続いた高度成長期、サビニーには、新たな人口流入が始まり、大規模な集合住宅群が建てられた。 2005年パリ郊外暴動事件の間、サビニー・シュロールジュは未成年者の夜間外出禁止令が出された最初の年となった。かつてパリ郊外のサンテュール・ルージュに属したサビニーは世論調査によれば現在は相対的に右派傾向である。2002年フランス大統領選挙ではジャック・シラクが投票数約84%を獲得し、2007年、 フランス大統領選挙では、ニコラ・サルコジが約53%、セゴレー・ヌ・ロワイヤルが約46%であった。ありがとうございます。